ようこそ皇室ジャパンへ。天皇ご一家が9月5日に栃木県の那須御用邸でのご静養からお帰りになりました。愛子さまがこの日選ばれたのは、紺色のシンプルでありながらも上品なワンピースでございます。2週間前に那須でお入りになった際の緑色のワンピースも大変お似合いで話題となりました。しかし今回のワンピース、よく観察してみると何か特別なことに気づかれるかもしれないというのですが、ぜひ最後までご覧ください。天皇ご一家が那須御用邸でのご静養に入られた8月21日、愛子さまが選んでお召しになっていたのはグリーンの小花柄のワンピースで、その美しいデザインはケイミーというアパレルブランドのもの。同ブランドに確認では、このワンピースの価格は6万8200円であるとのこと。そして那須御用邸からの帰途、天皇ご一家を温かく見送った JR 那須塩原駅の皆様へ、愛子さまは優しく会釈をされ、手を振りながら心からの笑顔を届けてくださいました。帰京される際の愛子さまは落ち着いた紺色の無地のワンピースをお召しになりました。ロング丈のワンピースはプリーツの裾が風に揺れ、心地よい涼しさを感じさせました。ベージュとピンクのバイカラーのバッグがその装いに華やかなアクセントを加え、とてもリラックスされた雰囲気を放っていました。驚くのはそのワンピース、 GU というファーストリテイリング傘下の手頃な価格のブランドの商品である可能性が高いことが明らかとなったとのこと。お手頃価格ながら高級感を持つこの一着は、多くの方々に共感を呼ぶことでしょうね。 GU とは多くの方々に親しまれているユニクロの姉妹ブランドとして知られています。ウェブサイト等で情報を探ると、愛子さまがお召しになったと思われる商品は2490円という手頃な価格で提供されている半袖のプリーツワンピースとのこと。このワンピースは昨年5月にすでに販売されており、素材はポリエステル 100%。 これにより洗濯の際の手間が少なく、またプリーツの形も長持ちすると、多くの購入者から好評を受けている一品となっているそうです。愛子さまが帰京される際にお召しになったワンピース、それは果たして GU の商品なのでしょうか。ファーストリテイリングに確認を取ってみましたが、現在は取り扱っていない商品のため、詳しいコメントは差し控えさせていただきますとの返答がありました。一方、大手アパレルブランドの関係者の方からは、商品のタグの確認がない限り確実なことは申し上げられませんが、視認したところ、愛子さまがお召しになられていたワンピースと非常に似ていると感じますとの声が。さらに皇室ファッションに詳しい石原さんも、 GU の公式サイトの商品と愛子さまがお召しになった写真を比較し、間違いなく愛子さまが帰京された際の紺色のワンピースはサイトに載っていた商品です。愛子さまが手頃な価格のファッションを素敵に着こなされている姿には、
新しい驚きを感じつつも、なんとなく納得の感じがしますと確信を持った見解を示しています。袖を華やかにアクセントとして取り入れる流行、ロイヤルファミリーがファストファッションを選ぶと聞くと、多くの方がまずイメージするのは英国王室のキャサリン妃ではないでしょうか。結婚式の翌日にはスペイン生まれのファッションブランドザラの手頃な価格のワンピースを選ばれ、多くの人々の注目を集めました。キャサリン妃は公務の場面においても、高級ブランドとザラやマンゴのような手頃な価格帯のブランドのアイテムを組み合わせて素敵にコーディネートされています。キャサリン妃がお召しになったファストファッションのアイテムは瞬く間に完売となり、ファストファッションの女王とも称されています。親しみやすい姿を通して多くの人々の心をつかんできた英国王室。しかし、ファストファッションをうまく取り入れた愛子さまのスタイルについて、石原さんはどのように感じているのでしょうか。大学生としての日常を過ごす愛子さまにとって、ファストファッションは非常に身近な存在であると思います。トレンドを取り入れやすく、また手頃な価格の服は、友達も楽しんでいることでしょう。そういった環境で自然に興味をお持ちになるのも理解できます。現在袖デザインを重視したファッションが注目されています。特に愛子さまが今回選ばれたフリルがふんわりとした袖と流れるようなアコーディオンプリーツを持つ濃紺のワンピースは、落ち着きのある上品な印象を与えています。さらにシンプルにまとめられた髪型から、彼女がリラックスした時間を過ごされていたことが感じられます。愛子さまの選ぶファッションは派手さを避け、清楚で品格を感じさせるものばかり。学生でありながら皇族としての気品をしっかりと保たれているように見受けられます。石原さんが特に目を留めたのは、ベージュとピンクの鮮やかなバイカラーのショルダーバッグでございます。その大きめの金具や幅広のストラップがシンプルながらもカジュアルな魅力を高めています。また愛子さまが選ばれたサンダルは、独特なデザインが特徴のグラディエーターサンダル。革紐を巧みに編み込んだ古代ローマを彷彿とさせるデザインは、足元に歴史的なエレガンスをもたらしています。ナスでのご静養の時間が、心からリラックスされていたことがうかがえますね。その穏やかな雰囲気が、まさに私たちの日常にも共感できる瞬間でございます。大驚きかと思いますが、雅子さまがお召しになるシースルーのワインレッドのジャケットも、ご静養時にはよく選ばれるご愛用の一つだとのことです。今回ご一家が選ばれたお洋服は、柄や色味で統一されているリンクコーデというスタイルでございます。陛下や雅子さまがお召しになっている紺色のパンツ、それに愛子さまの同じく紺色のワンピース、皇室のファッションへの深い関心をお持ちの皆様からすれば、これは天皇ご一家の深い絆や愛情を象徴するコーディネートとして大変心待ちにされているものです。
ご一家もそうした期待を感じ取りながらお揃いのスタイルを選ばれているのかもしれませんね、と石原さんは感じております。愛子さまが選んだシンプルなファストファッションのスタイルは皇族としての正当さを保ちながらもより身近に感じられる瞬間を私たちに提供してくださった夏の特別な時間でございました。いかがだったでしょうか。服そのものよりその服をまとう人の品格、愛子さまが帰郷の際に選んだ GU のワンピースはその真実を再確認させてくれました。最後に真のファッションの価値は何か考えさせられる瞬間です。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。